遥か遠く、ノゼリアと呼ばれる大地。そこには三つの国があった。ノゼリア大河に面し、船での交易に長けたグリンブルク王国。鉄を産し、雪と氷に閉ざされたエスフロスト公国。そして、人々の生活に欠かせぬ塩が、唯一取れる砂漠の国、聖ハイサンド大峡谷。これら三国は限りある資源をめぐり争い合うのが常であった。塩と鉄とを奪い合う小競り合いは、ついに煙鉄大戦と呼ばれる大戦争に発展し、大陸全土を巻き込んだ消耗戦となり、おびただしい数の死傷者を出した。戦に疲弊した三国は停戦。中立な立場を取るノゼリア商会を介して塩と鉄を売買する協定が結ばれ、ノゼリアはようやく平和を享受することとなった。そして30年の時が過ぎ、グリンブルク王国の領主で王に次ぐ武力を持つ名門ウォルホート家とエスフロスト公国の間に新たな縁が結ばれようとしていた。ああ、セレノア様だ。おはようございます。若様、この度はおめでとうございます。これでウォルホート領も安泰ですね。今日いらっしゃるんですよね。俺たちも歓迎の準備をして待ってますから。ありがとう。みな、これからもよろしく頼む。若様、セレノア様。やはり町においででしたか。ベネディクト、領民たちにすっかり噂が広まっているようだ。エラドールが喜んで触れ回っているのです。後で叱っておきます。この件は我がウォルホート家だけでなく、グリンブルク王国にとっても大事だ。だが隠すことでもあるまい。しかし若様、お相手の執事は。事情は聞いた。それがどれほどの意味を持つのかまだわからないが、皆が喜び期待してくれている。私は時代の領主としてしっかりと受け止め、応えたいと思う。お覚悟はわかりました。私も執事として全力でお支えいたします。父上の懐刀であるお前がいてくれれば心強い。よろしく頼む。では、そろそろ港に向かいましょう。もう？予定の時間にはまだ間があるはずだが。先日の雨で川はかなり増水しています。加えて風向きを考慮すると、エスフロストの船は予定より早く到着するものかと。さすがだな。遅れては失礼だ。出発しよう。
ご苦労でした。船は戻って結構ですよ。しかしお迎えがまだのようですが。すぐにいらっしゃるでしょう。誠実で真面目な方だと聞いてますから。わかりました。フレデリカ様、どうか末永くお幸せに。ありがとう。エスフロスト公国のためにも努力します。兄グスタドルフ総帥にもそう報告をお願いしますね。はっ。ジーラ殿、あとは頼みます。はい、お任せを。無事に到着してよかったわ。ようやく一息つけますね、フレデリカ。でもちょっと早く着きすぎたかしら。遅れるよりは良いでしょう。これは国の大事、初対面で失礼があってはなりませんから。硬いわね。第一印象は重要ですよ。気分転換に少しあたりを見て回らない？そうですね、好きにできるのも最後かもしれない。ローゼル族の血を引く私に自由を与えてくれる方などいるはずがありませんから。そのペンダント持ってきたのね。もちろん、母のたった一つの形見ですから。ごっ！感謝するぜ、エスフロストのお姫さん。邪魔な護衛が乗った船を返してくれるとはな。噂を聞いて待ち伏せた甲斐があったぜ。風が吹いてるぜ、親父。いい稼ぎになりそうだ。あなたたちは盗賊？下がってフレデリカ、狙いはあなたよ。私たちをどうする気です？なーに、ちょっと人質になってもらうのよ。エスフロストとウォルホート家、金持ちどもからたっぷり身の代金をいただくためにな。けどその髪の色、あんたローゼル族だな。もう一人の女はハイサンドの人間みたいだし。親父、ひょっとして人違いじゃないのか？乗ってた船はエスフロストの軍船だったぞ。無礼な、私は間違いなく。どわっ！盗賊ども、
寄ってたかって女性を襲うとは恥を知れ。てめえ何者だ。降伏しろ。今投降すれば手荒な真似はしない。け、立場が分かってないようだな。手荒な真似をされるのはお前たちだ。そっちこそおとなしく従えば命だけは助けてやるぜ。話しても無駄か。はい、道理が通じる相手ではなさそうです。ごちゃごちゃ言ってねえで観念しやがれ。この俺トラビスと娘のトリッシュ、大盗賊団トラビス一家に出会ったのが運の尽きよ。めんどくせえ邪魔者をやっちまえ。若様、実戦ですぞ。お二方は下がってください。いいえ、私も戦います。こうなったのは私の油断が原因です。戦わせてください。しかし私は魔法の教師、そして彼女はとても優秀な生徒です。足手まといにはなりません。わかりました。では援護を頼みます。承知しました。ずいぶん賑やかだな。俺も加えてもらおうか。あなたがどうしてここへ。話は後だ。まずは賊を蹴散らすぞ。人数が増えたがどうってことはねえ。俺たちの恐ろしさを教えてやれ。威勢の良さは立派だが、どうなさいますか、若様。遠慮は無用。ウォルホート領内で悪党の好きにはさせない。この方々は一体。行くぞ、ベネディクト。堂々と喧嘩を売られるとは、トラビス一家も舐められたもんだ。よっしゃ、行くか。お前らも続け。手柄を立てれば褒美は出すぞ。無法は許さない。覚悟しろ、賊たちよ。
どこから攻めるか。私の出番だね。稼ぎの邪魔をするんじゃ。この地で無法者、どう攻めるか。攻勢に立てます。俺は負けん。逃さん。どうだ、友よ。倒した数を競ってみないか。危険な真似はおやめください。お父上に何と申し上げてよいか。ただ者ではない。この方々は。大丈夫、落ち着いて戦えば勝機はあるはずよ。回復はお任せを。これで傷を。すまない。身に降りかかる火の粉は自分で払います。終わらせましょう。よっしゃ、行くか。さあ、行こう。受けてみよう。勝つぞ。覚悟。トリッシュ様のお通りだ。聞いただろ。情けは禁物です。勝利のため。助かります。行きます。炎よ。はい。行きますか。これで傷を。助かった。オラビス様の。ウォルホートの名にかけて。受けてるよ。手応えあり。厳しいな。もらうぞ。情けは禁物です。ここです。命取りですよ。バカか。トリッシュ様のお通りだ。バカな。行きます。炎よ。私のできることを。これで傷を。ありがとう。どこから攻めるか。下がれ。やった。勝つぞ。あった。最善の手を。
攻勢に転じます。俺の番手はこいつ。何どうだ見たか。行きます。冷静に行きましょう。これで傷感謝です。さあ行こう。はぁー、思うなよ。言った。俺は負けん。この槍を受けろ。この力を平和のために。最善の手を。やはり運がなかったですね。行きます。トリッシュ様のお通りだ。バカラメ、私のできることを。どうだ見たか。回復します。助かった。油断したな。どうする。逃さない。さあ行こう。受けてるよ。いいところに。希望への一歩です。情けは禁物です。ここです。ウォルホート家の未来のために。学んだ力、今こそ。私のできることを。これで傷を。心配かけたな。よし行くよ。バカだ。狙い通りだ。出番だな。やるしかないか。命取りですよ。皆を導くために。な、嘘だろう。くそ。終わらせましょう。冷静に行きましょう。傷を癒す。すまない。どう攻めるか。勝利のために。そうだ。よし行くよ。さあ行こう。勝つぞ。争いを収めるために焼き尽くします。どう攻めるか。公正に出します。冷静に行きましょう。傷を癒す。ありがとうございます。よし行くよ。さあ行こう。俺は負けん。逃さない。行きます。炎よ。え、どう攻めるか。手強いですね。
これで傷を打てる手は。さあ聞いただろ、行こう。終わりだ。てめえら覚えてろよこの野思い出した。親父、こいつは漁師の一人息子だ。何？ウォルホート家の後継ぎか？この方が。くそ、迎えに来るのが早すぎるだろう。とにかくずらかれ、相手が悪い。小悪党にしては悪くない引き際だ。我が領地を荒らす無法者です。この場で捕らえたかったが。お前の妻となる人が無事だった。それでいいじゃないか。妻となる人？賊に狙われていたことに気づかず、ご迷惑をおかけしました。ご挨拶が遅れました。こたびの盟約に従い、エスフロスト公国より参りました。フレデリカです。本日より、あなたの妻として、ボルホート家に入らせていただきます。あなたがフレデリカ様だったのですね。失礼いたしました。挨拶もせずに一緒に戦ったのか。初めての共同作業が盗賊退治とは、頼もしい夫婦になりそうだ。ノラン様、こんなところにいたんですね。探しました。ロラン様、また城を抜け出してきたのですね。親友の伴侶がお越しと聞いて、いても立ってもいられなくてな。お気持ちはありがたいですが、レグナ王に何とお伝えすればよいか。父上は俺の心配なんてしないさ。けど親衛隊のヒューエットには小言を言われそうだ。そろそろ王都に帰るとしよう。麗しき薄紅色髪の姫よ、彼がいれば安心です。婚礼の式典を楽しみにしていますよ。ではこれにて。指輪にグリンブルク王家の紋章が入っていた。あの方はもしや。そう、グリンブルク国王レグナ様の第二王子ロラン様です。領主の若様と王子が盗賊相手に立ち回るなんて面白い国ね、フレデリカ。彼女はジーラ、私の良き教師で次女です。音に聞くウォルホートの立ちさばき、直に拝見できて光栄でしたわ。
フレデリカ様、改めてご挨拶いたします。私がセレノア・ウォルホートです。この者は我が家の執事ベネディクト。セレノア様の補佐役を務めております。お見知りおきを。ようこそウォルホート家へ。家を代表し心よりあなた方を歓迎します。セレノア様、私の髪の色、驚かれたのではありませんか？先ほどの気丈な振る舞いは見事でした。髪の色より大切なのはあなたがどんな方かです。お恥ずかしい、出過ぎた真似をいたしました。とんでもない。武家としてもあなたの力は頼もしい限りだ。私はエスフロストから出ずに育った世間知らずです。ご期待に添えるよう努力いたします。世間知らずというなら私も似たようなものですよ。共に学び成長していきましょう。はい。これよりウォルホート城へご案内いたします。皆が待っていますよ、フレデリカ様。はい、よろしくお願いいたします。セレノアとフレデリカ、二人の婚姻は塩を持たざるグリンブルクとエスフロスト、両国の同盟強化を狙った政略結婚であった。これは大戦終結後もなお続く聖ハイサンド大教国による塩の独占に対するささやかな牽制に過ぎないはずだった。だがこの婚姻がノゼリア全土を巻き込む大乱の幕開けであることをまだ誰も知らなかった。